飛空艇を求めロケット村へやってきたクラウドたち一行。そこで出会ったシドという男、どうやら飛空艇にかなり詳しいようだが。最初からファイラ、ブリザラ、サンダラ、いずれかの効果がある魔法銃を使用してくるパルマーかといって焦ることはない。なぜならばそのうちエネルギーが切れてしまうからである。その後でゆっくり倒しても問題はない。マテリアを奪回するためユフィの故郷ウータイへやってきたクラウドたち。そこで再びタークス、そしてあの男と相まみえることに。ドン・コルネオのペットラプスとの戦闘。この敵が放ってくるエアロガの威力は脅威。ただし重力属性が有効なのでアイテムや魔法を駆使して倒そう。セフィロスが追い求めるクロマテリア、彼よりも先にそのクロマテリアを手に入れるため古代史の神殿へやってきた一行。ここにはどうやら重大な秘密が隠されているらしいが。攻撃力の高いレッドドラゴン、その他単体攻撃のレッドドラゴンブレスを放ってくる。しかしこのブレスは炎属性のため、これを無効にできれば意外と簡単に倒せる。さらにこの敵を倒せばバハムートを召喚できるマテリアを入手できるぞ。同じく古代史の神殿で戦うことになるデモンズゲイト。特に気をつけたいのが物理攻撃のデモンズクラッシュ。一撃で戦闘不能に陥る場合もあるので全体化バリアは必須。また魔法攻撃はほとんど無効。強力な武器で攻撃するか、もしくはバハムート召喚で対抗しよう。
エアリスの後を追い、北の大陸に位置するワスラルル都までやってきた一行。ここにエアリスが求めていたもの、そしてセフィロスの最も恐れるものがあるとか。そしてクラウドたちはついにエアリスを発見したのだが、水属性の攻撃を多用してくるジェノバ・ライフ。したがって水属性の防御を固めておこう。またリフレクを使ってくるので、むやみに魔法攻撃するのはやめておこう。弱点の土属性を攻めるなら、属性マテリアを武器に装備して攻撃しよう。セフィロスを追い、ワスラルル都のさらに北、大氷河にやってきた一行。さらに竜巻の迷宮を抜けたクラウドたちの目の前に、またもや壁が立ちはだかるのだった。赤い光、熱風といった炎属性攻撃を繰り出してくるジェノバです。まともに戦うときついが、炎属性無効の装備をしていればほとんどダメージを受けることはない。したがってサイレスをかけられても気にすることはない。ジュノン地下、海底魔航路で戦うことになるキャリーアーマー。サンダー系が弱点なので、雷と全体化のマテリア装備は必須。またこの敵の攻撃はかなり強力。全員をマバリア状態にして挑もう。